はい、今回マツアカはですね、生産終了が発表された CX8 の方で最終モデルの最新納期値引き額の相場が判明して、お世話のオプション管理を紹介しながらですね、見積もっていきます。最近だと去年の11月2日に大幅改良を実施して、でその時に追加された新グレードグランドジャーニーの方ですね、クロスリー、こちらを見積もっていって、これらの装備が標準装備内容となっていて、でこちらを選択。2017年12月14日に登場してちょうど6年で生産終了して、で12月までの生産台数に達した時点で販売の方もですね終了して、でボディ色レッド77,000、マシングレー55,000、ロジウムホワイト55,000で、他のボディ色に関しては料金かからなくて、ブループラチナクォーツ、チタニウム、ブラック、ポイメタルグレー、ディープクリスタルブルーマイカを選択して、で、シートカラーは、6名乗車か7名乗車、2列目はキャプテンシートかベンチシートか、ファブリック合成比較、グレージュのシート表記、キャプテンシート仕様222ですね、選択して、まあ後継者はまだ詳細な情報は分かってないですけどね、 CX80 って言われてますけどね。でメイクオプション、下に行くほどオプションが付け足す感じで2つですね、ボードサウンド、ジュースピーカー、電動サイドガラスサンルーフ、チュートアップ機能付き、クルージングトラフィックサポート、ワイヤレス接続機能が付いて、アップルカープレイ対応、195,800円、こちらですね、選択して、でディールオプション、エクステリアカラーでドアミラーガーニッシュ、デイライトキット、こちら選択、ウェルカムランプもつけて35,800円、ブレーキキャリパーペイント、レッド、ゴールド、ブルーがあって、ホイールロックとかもありますけど、トレーラーヒッチもありますね。バイザー37,070円、あとでセットオプションの方、ラインナップしてると思うんですけどね。まあ、今回個別につけていって、ナンバープレートホルダーがダーククローム2枚セット。1枚だと半分ですね。3850円。で、クローム、ブラックもあって、ダーククロームのフロントリアセット、7700円選択して、ナンバープレートロック、エンブレム付き、マツアのマークですね。で、インテリアの方が、アルミペダル22,000、スカフプレート、これ光るタイプですね。フロントとリア付いて66,880円。ラケチ関係のアイテム、マットぐらいでいいですかね。ソフトタイプ、カーペットタイプ12,100円の方選択して、ラケチエンドプレート 21,340円、フロアマット高い方プレミアム、安い方ラグジュアリー、まあどちらも消臭機能付きで安い方 18,700円、安くて 42,60円、キーシェルは こちらを選択して、カラーによって料金違うんですよね。
ブラウン高い。グレーとブラックエッセンスね。あとプラチナクォーツ。まあ別にボディ色と合わせる必要ないんで、こちらを選択して、で、あとは安全快適、セキュリティ関連、フロントリアで、これは2カメアドライブレコーダー、バックアラーム、バックカメアクリーナーのセットでこれつけといて、浸水ブルーミラー22,440円、車中泊とかに便利なグッズもラインナップしていて、サンシェード、赤外線カットフィルム、ダークスモーク、スモークですね、ドライゴつけた方の33,000、傷防止フィルム、ドアハンドル部分、フロントリア4枚セット、ドアエッジモールもつけておいて12,000、ペットシートカバーで、ナビ ETCSD カードアドバンス2、55,920円、バックカメラクリーナーさっきのセットオプションに含まれていて、で、あとはその他でこちらですね、スターターパッケージってもうこれだけ十分なセットオプションで、コーティング、これホイールコーティング含まれてるんでしたっけ、で、こちらも5年保証なんで、ボディコーティング99,880円、こちらを選択して、3年1年があって、ホイールコーティングがあって、防サビアンダーコーティング、車検証が他にもこういったですねオプション類があって、まあここには別に社外品でいいかって思うんですけどね。車検証ケース、本革調で、で、見積もり結果で、で、車用本体438,240円、メーカーオプション195,800円、のディーラプション666,014円で、ボディカラーはディープクリスタルブルーマイカ、料金かからなくて、で、シート、キャプテンシートの6名乗車、ファブリック構成格のグレージュ、メーカーオプション、セットオプションでこれだけの装備がついて、ディーラーオプションですね、これだけつけて、で、宿営費ディーゼルなんで自動車税と重要税が料金かからなくて、総額諸経費134,700円、値切り額の相場は結構値切り額多めで25万から30万っていう情報で、で、最新納期に関しては公式の方で1ヶ月って記載されてますね。納期の方もかなり早くて、で、車本体、メーカーオプション、ディーラーオプション、諸経費合わせて総額が CX8 クロスリーグランドジャーニー537,8914円、まあ20-30万値引きしてくれたとして510万前後あればですね、十分な装備内容で購入できるといった感じです。はい、今回マツダ CX8最終モデルの方を見積もって、オセのオプション関連、最新納期、値引き額の相場について紹介しました。